自動車販売店で認知症カフェです。愛知ダイハツ岡崎店では社会貢献の一環として認知症への理解を深めるための交流の場を提供していて、今日は夏休み中の親子ら11人が岡崎市が作ったすごろくを使って認知症について学びました。すごろくのマスにはさまざまな認知症の症状や介護保険の申請方法などが解説されていて、楽しみながら知識を増やしていました。認知症のことが知れて楽しかった。いろんな症状だったり介護保険のサービスだったり、そういったことを学ぶことができてよかったと思ってます。